緊急避妊薬薬局で販売へ。本日、日本政府が緊急避妊薬について、来年にも薬局で購入できるようにする方針を固めたことが明らかになりました。緊急避妊薬については、成功を行った後72時間以内に布教することによって、望まない妊娠を高確率で避けられるものでございますが、これまでは医師の 診察を受けて、処方してもらわなければならず、時間がかかったり、ハードルが高かったりして、必要な方に、緊急避妊薬が提供できないという問題がございました。こういった避妊薬については、何らかの理由で避妊に失敗する場合がございますので、こういった取り組みは必要でございますし、 まあ現状、緊急避妊薬を薬局において販売する場合、まあ、例えば、第一類薬品のように薬剤師がいなければ販売できないなど、まあ、規制を行うのか、まあ、そういった規制から外すのか分かっておりませんけれども、こういった緊急避妊薬を服用した場合、副作用が出る可能性もございますので、 これまでは医師が行っていた説明を薬局側で行う必要もございます。また、緊急避妊薬を必要とされている方は、何らかの事件に巻き込まれている可能性もございますので、薬局側は必要があれば警察に通報したり、警察や保健所の相談窓口を案内する 必要もございます。まあ、さらに、性感染症への感染も疑う必要がございますが、日本政府には、こういった緊急避妊薬の販売について、緊急避妊薬を必要とされる方が、単に薬を買えるというだけではなくてですね、必要な対応もある程度薬局側で取れるように、 準備を進めていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。